アレクサンドル・ステパノビッチ・ピロゴフ・リャザンから1964年6月26日リャザン州は、ソビエト連邦のオペラ歌手。ボリ・ショイ劇場ソリスト、ソ連人民芸術家、スターリン賞受賞者、ロシア帝国リャザンに生まれる。兄弟5人のうちグリゴリー、アレクセイ、ミハイル、アレクサンドルの4人が歌手となった。1918年、モスクワ・フィルハーモニー。 教会付属音楽演劇学校でバス歌手のバシーリー・チュチュンニクに声楽を学ぶ。1919年から1922年まで革命軍事会議モスクワ劇場のソリストを務め、1922年から1924年までは自民自由歌劇場のソリストとなった。同劇場の解散後は、百二十四年から百五十四年までの三十年間に、 渡り、ボリショイ劇場のソリストを務め、ロシアや諸外国の古典オペラだけでなく、ソ連の新作オペラまで幅広く役をこなした。ロシアロマンス、ロシアミニオもレパートリーとしていた。1964年、ヤザン州で没。ありがとうございます。